は東京都清瀬市の沼田義明さんのボクシングジムにお邪魔しております。実はアメリカの西海岸ボクシング殿堂のビッグファリスさん、それと昔の沼田義明さんのライバルルーベン・ナバロさんたちから、最近の沼田義明さんはどんな感じなんだろうというような問い合わせがありまして、沼田会長にお話を伺おうと思ってジムにお邪魔しました。沼田義明さんには生い立ちから、生い立ちというか生まれ故郷のお話からしていただければなと思うんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お生まれは北海道。北海道ですね。北海道今日高なんですよ、はいはい。日高山脈の麓で生まれ育って、で16歳で東京、ボクシングやり出てきたわけですよね、はい。それでご実家はご職業は何だったんですか。ブリキ屋さんです。ブリキ屋さんですか、はい、ブリキ屋さんですね、ブリキ屋さんってことは昔ですからストーブだとか、はい、屋根ですね、はい。こっちの東京と違って、昔はもうトタン屋根ですからね、はいはい、トタン、をやってた、うちの父さんやってたわけですからね、はい。何かを読むと、沼田会長は本来はボクシングじゃなくて野球をやりたかったっていう。そうなんですよ、物心ついたことから、野球ですね、はい、野球に夢中になって、中学まで野球やってて、はい、一応頑張ったんですけど、一応自分なりにスポーツに関しては万能だったですからね、はいはい。ただ飛んだり跳ねたりする、ことはちょっと苦手だと思って、走るまず選手で陸上で選ばれたことないですけどね、はい。ただ物を捉えるだとか追っかけたり何だかする、それをことに対しても抜群な感を持ってますからね、はいはい。それが沼田義明さんの、エピソード有名なのは TBS が主催したボクシング教室ですか、はい、TBS ですよね。そうです TBS のボクシング教室ですね、はい。全国から7000何人受けたんですけど、はい、その中から全国から10人、はい、北海道150人受けて、その中で一人で僕受かったわけですよね。それでその、受かった人のトップが沼田さんだと伺ってるんですよ。そうかわかんないけど、全国10人、いろんな、それぞれのね、スタミナ、体力だとか、はい、陸上だとか、勘のいい選手もたくさんいたんですけども、はい、ただやっぱりその、ボクシングっていうのは、かっきり言えばその、激しい殴り合いですからね、はい、やっぱりその、殴られてやっぱり怖いだとか、気持ち、はいはい、向かっていく気持ちとか、はい、そういうのやっぱり、なきゃやっぱり勝てないですからね、はい、それとやっぱり相手の読みですね、はい、読み、相手の心までやっぱり戦ってる中でも相手の心まで読んで戦っていたんですかね、僕なんかも、はいはい。今どういう心境でどういう考えを持って向かってきてるかっていうこともね、そのいろんなことやっぱりその計算してやっぱり戦ってきたんですから、ただその殴り合いだけじゃなくてね、はい、いろいろなその自分なりに心理的にもそうだけども、やっぱりその戦う戦法ですね、そこでいろいろ考えて、やってこられたから、自分との戦い、相手との、自分に勝って初めて相手とも戦って勝てっていうようなあれだったですからね、はい。昔は意外とそういう教えが多かったですけどね、はい。よく自分で、とにかく自分の頭で考えて、それで体で身につけて、よく練習したんですけどね、はい。